ジャンバンサン・フェリックス・ラムルージャンバンサン・フェリックス・ラムルーは、フランスの植物学者である、草類の分類のパイオニアである、ロットイコールエイコールガロンヌ県のアジャンで生まれた。父は、工場主で、音楽家で、2年ほど、アジャンの市長を務め、ベルナール・ジェルマンド・ラ・セペードや後に、セサック・となる、ジャン・ジラール・ラ・キュ、ジャン・フロリモン・ブルドンド・サンタ・マンラとアジャン科学。 アカデミー度を設立した人物である。アジャンの学校で、サンタマンの学校で学び、藻類やヒドロムシなどの海洋生物に強い興味を持った。1805年に藻類に関する論文を発表し、1807年に父親の工場が破産した後、パリに出た。1807年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、1808年から1811年まで、 カーン大学の博物学の准教授となった。カルバドス県に、輪廻協会を設立し友人のジャンバティスト・ボリド、サン・バンさんと協力し、協会の起用の出版を行った。この間、カーンの植物園長も務めた。医学雑誌アナ・アール・ヘネロレス・デ・サイエンシズ・ファジークスに寄稿し、アンド・ツー,ザー・ザ・ディクス・ヨネア・クラシック、D ・ディー、イスト・ワール・ナ・チャール・ジテン・ディクス・ヨネア・クラシック・ディー、 イストワール・ナチャールの記事も書いた。ラムルーは、藻類をその色で、緑藻、滑藻、構想に分けたことで知られる。イギリスの博物学者、ドーソン・ターナーがラムールの分類を採用したことで、国際的にその分類は広まった。ラムルーは、海洋生物の分類に関する著作には、イストワール・でパリ・ピーアーズ・コリル・ジーンズ・フレクサブルズ、ベル・クイア・マント・ノムズ・ズ・ファイツでは、大気化学、 水路学、天文学、地質学まで論じた。ノルマンディのジュラ紀の爬虫類の化石を集め、これはジョルジュ・キュビエによって研究された。J.V. ラムーアは植物の学名で命名者を示す場合にジャンバンサン・フェリックス・ラムルーを示すのに使われる。ありがとうございます。